エトラちゃんは見た。私はカリン、40代の主婦。これは数年前私が体験した出来事だ。この頃子供たちはすでに成人して家を出ていて、足が不自由な義母と健康体な義父、そして夫と4人で暮らしていた。家族仲は良好。特に母さん、散歩に行こうか。じゃあお願いします。義父は義母にベタ惚れで平和なものだった。でもこの平和な日常にとある変化が起きつつあった。おかしいな。どうしたんです、お父さん。何か探してるのか。いや、俺のお気に入りのセーターがないんだよ。ほら、母さんがバレンタインデーに編んでくれたネズミ色の。やだお父さん、そのセーターならもう着てるじゃないですか。おお、ついさっき着たばかりなのに。そうか、そうだっけか。おいおい、まだボケないでくれよな。義父が退職して10年、この辺りから義父の物忘れが多くなっていったのだ。しかし義父は趣味が筋トレのマッチョおじいちゃんだったので、認知症とは無縁の人だと誰もが思っていた。しかし、何ですかお父さん、私の顔に何かついてます？どうかしたの？いや、あんたの名前なんだっけ？衝撃的だった。義父は突然私の名前がわからなくなったというのだ。認知症ですね。お薬を飲んで症状を遅らせましょう。主人の認知症は良くなるんでしょうか？認知症といってもいろいろありますから、何とも。完治が見込める認知症もありますが、ご主人の場合それに当てはまりません。服薬と脳トレで現状維持を目指すしかありませんね。お父さんのことしっかり支えてあげましょう。こうして義父の病気が発覚し、私たちは介護生活を始めることとなったのだ。以後お父さんの症状は日に日にひどくなっていき、おい、俺の飯はどうしたんだ。ずるいぞ、自分たちだけ食べて。俺もカレーが食いたかったんだ。お父さん、だって今カレー食べたじゃないですか。ほら、お腹いっぱいでしょ。直前に起きた出来事を忘れたり、怒りっぽくなったり。あら、お父さん何食べてるのかしら。お父さん、それは食べちゃダメよ。いわゆる移植をしたり、こちらが頭を抱えるような行動をとるようになっていった。そして何より問題だったのが、母さん、さあ座ってないで早く散歩に行くぞ。お父さん、ダメです。お母さんは立てないんですよ。義母とのスキンシップだった。立派な筋肉は健在だったので、暴れようものなら夫さえも吹き飛ばす威力を発揮。認知症と言い渡されてから3年、義父の介護で私たちはかなり疲労が溜まっていったのだった。わあ、綺麗な景色ですね。お、熱海じゃないか。懐かしいな。新婚旅行で母さんと行ったな。そうですね。直前のことは忘れるのに、お母さんとの思い出は覚えているのね。俺やカリンのことは何回か忘れたのに、母さんのことだけは絶対忘れないもんな。ほんと、ボケても母さん一筋なんだから。でもお母さんが常にそばにいないと、お父さんの機嫌が悪くなっちゃうのが一番ネックなのよね。母さんがいないぞ。母さんはトイレだよ。本当はお母さんを休ませてあげたいけど、大丈夫かしら。そして恐れていた事態が起こった。あら、2人とも寝ちゃったのね。首を痛めちゃう。起こすのも忍びないけど、寝室まで連れて行かなきゃ。またお腹が。さっきからお腹の調子悪いのよね。やあね、何か古いもの食べちゃったかしら。車椅子の音。お母さん起きたのかしら。すみませんお母さん、私今トイレ中で。何かしら今の音。玄関の戸の音だったような。まさかお母さん。さあ散歩だ。カリンさん、お父さんも止めて。義父母宅は少し急な上り坂を登ったところにある。坂の終わりには国道があり、交通量はかなりなもの。もし義父が車椅子を離したりなんかすれば。お父さん、止まってー。私が悪かった、許してくれ。おばさん、大丈夫ですか？しっかりしてください。もしもし、救急です。女性が頭を打ったみたいで、私の記憶はここでぷっつりと切れてしまい、カリン、目が覚めた時には病院のベッドで寝ていたのだった。よかった、目が覚めて。ごめんな、本当にごめん、こんなことになって。あなた、お母さん、お母さんは、私確かにタイヤを掴んだはずなのよ。ああ、そうだ、カリンが止めてくれたから母さんは助かったんだ。ああ、よかった。義母が無事だったのが本当に何よりだった。その代わり私は頭を打って脳震盪を起こし、右の小指と薬指、それから腕も骨折してしまったらしい。救急車を呼んでくれたのは、一緒に車椅子を止めてくれた大学生2人組だったとか。退院したらその男の子たちにお礼を言わなくちゃね。ああ、改めて挨拶しに行こう。でもお母さんが無事で本当によかったわ。私ってば、あの時叫んだりなんかしたからいけなかったのよね。お父さん止まって。いや、母さんから聞いたけど、あの状況なら仕方ないよ。どうしましょう、私がこんなになってしまったんじゃ、お父さんたちのお世話が。ああ、それは大丈夫。俺もしばらく休みをもらったし、子供たちも一時的に戻ってきてくれるってさ。うん、そうなのね。それにまだわからないんだが、親父があの騒動の後、義父は手を離してしまったのがよほどショックだったのか、さらに義母にべったりとくっついてお世話をするようになったらしい。そして何より、カリンさん、助けてくれてありがとう。それから本当にごめんなさい。いえ、お母さんが無事でよかったです。本当にすまんかった。カリンさんにはいろいろ迷惑をかけて。なんと義父は認知症の症状が改善し、以前の状態に近くなったのだ。時々物忘れしたり怒りっぽくなることもあるけど、はっきりとした意識を持っている時間の方が多くなり、やめていた筋トレもまた始めるようになった。愛のパワーかしらね。自分の嫁を殺しかけたのが本当にショックだったんだろうな。きっと義父は義母と散歩がしたくて外に連れ出したのだろう。家族全員が肝を冷やした出来事だったけど、結果としてある種のショック療法のような作用が働き、義父にとってはプラスになったのだった。あ、そうだ、ゆりというズリハが来週末泊まり込みに来てくれるって。俺たちも甘えて一泊旅行にでもしに行こうか。え、本当？ああ、おふくろたちもカリンにはしっかり休んでもらいたいって。やったー、旅行。そして数年後、義母が眠るように亡くなり、なんとか認知症の症状を遅らせたまま元気に過ごしていた義父も後を追うように亡くなった。今は穏やかに夫婦2人暮らしをしている。お母さん、あの時のこと本当に怖かったでしょうね。だろうな。あの出来事は今でも夢に出てきて、いつも私は車椅子を追いかけている。きっと一生忘れられないだろう。ご視聴いただきありがとうございました。カリンさんや大学生2人組にとっては気が気でない場面ではありましたが、結果的には全員無事で本当に良かったですね。ああ、いえ、結構なお怪我をされているので無事とは言い難いですね。それにしても、もう二度と愛する人を危険な目に遭わせるわけにはいかないという思いが認知症に勝ったんですかね。愛のパワーってすごいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。